です。どうも、どうするです。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、今日は何ですか。今日はですね、今日は、何ですか、今日は。今日も普通にね、え、普通に戦おうかなと思って。普通出た、普通にドッキリですか。いやいや、違います。ガチビーオスリーでございます。ありがとうございます。本当にガチビーオスリー、本当のガチビーオスリーです。なるほど。男と男の、そろそろね、たまにはワンチャン勝てるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。シバライトニングこすりにしては早いですよ。にしては早いです。大丈夫ですよね。それは大丈夫ですよね。 OK です。シバロケットこすりにしても早いです。ガチビーオスリーですか。ガチビーオスリー。最近なんかあれですね、サンドバッグ企画、はい、ドッキリに変わりつつあります。大丈夫ですか。いや、はい、違う、違う、違います。お願いします。普通にね、やっぱ早くも始まりました。最近ちょっとハンデがやりすぎちゃったんで、やっぱ、ちょっとここら辺でボコボコにしとこう。あー、一回ね、はい、一回こう上下つけとこう。上下ちょっと分からせていこうかな。それが大事かもしれない。ゾップ、うん、うーん、珍しい。はい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 。珍しいですね、それは。かなり高回転かつゴムタワーがいて、あれ、おいおい、まあ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 、はいはいはい、かなり細かいですね、先生。細かめなんですね、最近。ただ、うん、まあ確かにバルキリーとボムタワー流行ってるからな。まあ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 。ライトニング打ってない感じするんですよ。いや、本当に本当に、これは打ってない気がします。はい、うん。何なんだろう、分かんない、今日の企画が。いやいや、普通にガチビーオスリーっぽい。ガチビーオスリーですよ。かもしれない。本気な。うんうんうん、まあまあ悪くはないですね。ボムタワーが本当に厄介。さすがに。やばい、ちまった、遅かった。いやなんだろう、このマジアチャも無駄になってしまった。美味しいな、マジアチャ。あら、おうまいでしょ。ワンチャン見せる。いや、ありますよ、全然、まだちょっとだけね。ちょっとだけある。こっち来るんか。そんな暗い。ただ、おお、マジか、お前、それだけは違うだろ。おいしい、おいしい、おいしい、だったら早い。よし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 、待てー、グッ、よし、勝った。まあまあ、ガチビオ3なんで、ガチビオ3なんで、ガチビオ3なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、なんかしてました。いやいや、ガチビオ3なんで。ちなみにマジで、はい、マジで何かしてたら本当に気づいてないです。ライトニングもしてないと思うし。さすがにね。あれ、ライトニング、いや、してないと思う。まあいいや。よし、続きまして。いや、普通に勝てた。違うんすよ。違うんすよ。何、普通に勝てたの。違うんすよってなんすか。違うんすよ。勝ってないです。ええ、勝ってないです。どういうこと、どういうこと。え、やりますか。どういうこと、どういうこと。勝ってないですってどういうこと。勝ってないですってどういうこと。それは嘘、それは嘘。あれ、はい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 、もう実力差が問われる。
鈴木さん最近なんか、はい、面白い話ないですか。面白い話出た雑振り雑振りドッキリ。面白い話ないですか、はい、面白い話、あーマジかやられた。面白い話か、なんかボンさんがミラティブを出会い系に使ってるあの話ですね。あの話、話しそうね。あれが一番面白いですか間違いない。いやきつい、もう早く起きて。はい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 、次がよし、巻き込みがでかい。よし、いやー、ライクパイセンが何やってるか全く分かんないし、分かんないですよ。なるほど。いやつや、これが痛い、これが痛い。はい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 、いやー、こいつ強すぎるか、こいつ。よしよし、おい、よし強い。こうなると一気に形勢逆転。はいはいはい、なるほどね、ありますよと。なんならここからだいぶ入りますよと。やばいやばい、持ってない。よし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 、ドズルは最近なんか面白い話ないのかなんで偉くなったなんで偉くなったんですか。ドズル早く言って何が進行してるの何が進行してるんですかこれは。面白い話めっちゃ無理やな。面白い話か、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。面白い話しないと嫌いよ。やばいやばいやばい。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。なんやこの企画。なんや。ひたすら面白い話をタメ口で聞いてくる。ラストね。ラストね。ラストオッケー。ビオスリーしてもね。ビオスリーだから。ビオスリーだからね。じゃあこれで、じゃあこれで、また次の試合も面白い話聞かれるのかな。きついな。お願いします。あーもうなんかいい話ないんか。どうする。え、どうする、いい話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 って何、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 最近調子はどうだ。何を引き出そうとしてる。正解が見えない、マジでマジで正解が分かんない。最近どうなんだ。最近どうなんだ。いい感じなのか。いい感じではありますけどね。いい感じではあるけど、僕の最近よりもこの動画が心配である。なんか、はい、悪かったことはないんか。なんだろうこれ、引き出そうとしてる、なんか悪かったこと、悪かったことないか、悪かったことか。何だろう、久しぶりにバレーボールして今筋肉痛ぐらい。はい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 。どうするわ。
最近気が抜けてるからな。気が抜けてます、僕。気が抜けてるからな。すいません。気が抜けてますか、先輩。気が抜けてる。あんま言いたくないけど、ね。結構頑張ってるつもりなんですけど。そんなことは言いたくないけど、気が抜けてる。やばいやばい。よし、ここは、いやでも気が抜けてないってことを見せたりますわ。おら、抜けたる。いや、でも先輩はボムタワーないはずなんで。ボムタワーっちゅうのは、はい、すぐ回れます。確かに、そりゃその通り。確かに、早い。どうだ。いや大丈夫、守れる守れる。おい、危ない。よし。あどうぞ。打ちます。惜しいな。え、嘘。本日の企画。ちょっと待って、はい、マジでわかんないです。ちょっと待って。マジわからん。え、なんだろう。ちょっと当てていいですか、ちょっと。はい、いいですよ、いいですよ、いいですよ。当たったらもう思います。え、結構むずいですか。いや、簡単っすね。まんま。ま、いや、いや、5段階で言って、1が一番簡単だったじゃん、2っす。嘘でしょ。本当に。いや、マジです、マジです。え、見つけやすさ、見つけやすさ 2? あ、3かも、3じゃあ3かも。なんだ。いやでも逆にマジで分かる。いや俺が多分下手くそすぎて。下手くそすぎて。どういうこと、どういうこと。はい、本日の企画、本日の企画、はい、え、試合中ドズルさんに、だんだん生意気になってきた。どんな反応するか。確かに会話が変でしたもんね。そうなんですよ、だけど前回これ一回キヨキヨさんにやったんですよ。はい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 、はい、タメ口ドッキリみたいなやったんですけど、どうでした。いやなんかマジで踏み切れなすぎて嘘中途半端になるんですよ。確かに今回2試合目頑張りましたけどね。そうだから最初の試合は、はい、やろうとしたんけど、はい、あれだったんですよ、ちょっと忙しかった。だから、まあ、だんだんだから、はい、まあ、1試合目は何もなしみたいなという感じで、まあ、2試合目からねやっていこうと。2試合目ぶち込んだんですけど、うん、3試合目特になかったですから、ね。3試合目が一番過激にしようとしたんですけど、はい、なんか特に、まあ、確かに難しい、特に難しいは難しいですよ、ね、難しい、難しかった。なおみ気になるはね難しいんですよ、意外と。はい、確かにキョキョさんうまそうっすよね、生意気になるの。うまいっすかね。なんか前やってなかったっすっけ。なんかいや、キョキョさんも下手っすよ。みんな下手だよ。誰がうまいんでしょうね、生意気になる。ケンツぐらい、ケンツぐらい、ケンツぐらい、はい、ということで、はい、はい、いやでも今日皆さんに覚えて帰ってほしいのは、はい、1試合目は僕はハンデなしで勝ったっていうことを、はい、覚えて帰っていただければ。でもあれは俺も覚えて帰ってほしいのは、はい、その生意気にしよう、生意気にしようっていうその気持ちだけ前に行ってしまって、やっぱりそのプレーもちょっと攻めすぎて思います。はい、というところで、というところで、今日はこの辺で、はい、終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。